おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日はこのクロエのレクイエムというゲームを一人で実況していきたいと思います。こちらのゲームはですね、ホラーゲームになっております。私このようなきちんとしたホラーゲームを一人でやるのが初めてなもんでして、何かと至らない点があるかと思いますが一緒にビビりながらやっていきましょう。よろしくお願いします。ちなみにちょっとだけ見たことあります。でも全然覚えてないです。何年前だよってくらい。ということで、まあ早速始めていきましょうか。いや怖いな、夕方とはいえ。よし、ニューゲーム。てかいい音だったね今ね。ブリキの時計さん、はあ、今かっこよかったなえい、突然どうした、何、え、あ、動ける、あ、動ける、え、誰、うわ、少年ミシェル12歳、かわいい。アイテム装備、ゲーム終了。おー、装備は右手、左手、頭、ミシェルの服脱げたりする？あ、脱げた。イエーイこれさ、着てても、着てなくても、あ、なんだ、変わんないじゃん。じゃあ、いいや。裸で行こう。わーい。え、で、これは何？何だったの？一体、さっきの叫び声は。これもしかして走れたりする？あ、走れる！絶対逃げるやつじゃん。はぁ、あ。うえぇ、びっくりした！何？猫の声。猫がいるのかな？どこかな？あれ？お、あれ、行かせてくれない。え、猫は、え、ああ馬になった。おや、こんな時間にどうしたんだい。坊やはもう寝る時間だろ、家に帰んな。乗せてくれ、金なら倍出す。え、まあ金持ちっぽい服装してたしな。おやおや、親の懐から盗むなんて悪い子だな。だが、ふん、そういうことなら乗せてやってもいい。どこまでだい？ここからできるだけ遠くへ。遠ければどこだっていい。どこでもいい？本当に？わかったよ、乗りな。え、どこに連れてく気よ。愛しいクロエ、僕のクロエ。え、なんて書いてあった？もう全然今見てなかった。なんだここは。愛しいクロエ、クロエって誰？ん、猫、いや人間。クロエ、わからん。え、何、入れってこと？マジ？やだなぁ、怖い。うん。帰るわけにはいかない。そうだね。入るか。お、怖い。え？また猫の鳴き声？チュートリアル見ますか？見る見る見る。アイテムを使用するには左手か右手または両方に装備した状態で調べる必要があります。おう、あ、え、あ、そうなの。ただし例外もあり、鍵などの持っているだけで扉が開くアイテムやメモなどの装備ではなくメニューから使用するアイテムも存在しますと。また左上に表示されているのは精神の安定度であり、これをゼロにしてはいけません。本当だ、ハートが5個ある。精神ゲージを回復するためにはある人物と会話する必要があります。ある人物、誰だ、操作説明。うん、ああやっぱね、うん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 、ダッシュシフトキー、メッセージスキップとかあるんだ、わかんないけど。てかめっちゃ激しいなこの BGM。 これは何、あ、セーブやったぜ。え、これ、あ、20個まである。 OK、 承知承知。調べていくか。
てかちょっと音でかいな。あれ15くらいにしてたはずなんだけど、ちょっと5くらいにします。こんくらいでいいでしょ。よいしょ。はい、やってく。あー出ちゃった、間違って。はいはい。でどこ探索すればいいんだろうね。うわ怖いし暗いよ、ボロボロじゃん。壺が置いてある、うん、古びた彫刻。これはサラティーカップ。よく見ると増加、ところどころかけて。なんか邪魔してるぞこいつ。何かを見つめて悲しそうな顔してる。何を。嬉しそうに微笑んでいる。あー何、失礼したの君。どんまい、どんまいける。ここは何、蜘蛛の巣が大量に果てる。近寄りたくない。そうだね、気持ち悪いね。古ぼけた時計は音を刻んでる。蜘蛛の巣が大量、近寄りたくない。はい、観賞用の植物。どっかのドア入んなきゃいけないのかな。あー鍵かかってる。ここは、いやーなんかテンション上げておかないとさ、ちょっと怖くて仕方ないんだよね。じゃあここの部屋なら入れるんじゃない、この下の。入れなーい。どこも入れんや。何、あ、ん、食台、明かりをつけないと。食台、確かにここ暗いしね。外にそういえばあったよね、なんかね、火つける、火つけるっていうか火ついてるやつ。これか。あ、ん、これ装備しなきゃいけないってことかな。右手にこう、こういうことだ。はい、もらった。はいよ。でこれで、あ、ちょっと明るくな、なんですか。うふふじゃないよ。ちょっと明るくなったね。えい、まあとりあえずセーブしよう、怖いから。え、で蜘蛛の巣燃やしたりとか。あ、できる、すげえ感されてるわ。え、でこ、ん、はい、こっちも燃やそう。オッケーオッケー。あれ、なんかハート4つに減ってんだけど、なんで。ちょっと怖い怖い、やめてよ。じゃあ上上がるか。はい、びくしゃ。この曲はなんだろう。え、誰かいる、女の子かな。怖い人じゃないよね、大丈夫だよね。はい、どうもこんにちは。女の子、あ、失礼、僕の名前は。あー可愛いね、でも目が死んでるね。ミシェルよね、知ってるのよ。え、あーそう、君の名前は。クロエ。あ、クロエ、愛しいクロエって君のこと。クロエね。なんだ、ここはどこだ。君はこの家の住人なのか。そうよ、でもクロエここから出たい。どういうこと。病弱そうだもんね、なんかね。出ればいいじゃないか。あ、ハート5個になってる、復活してる。あ、おー、ライン。クロエと話すとハートが回復するってことかな。ううん、できないの、この館は呪われているから。どういうことですか。呪われている、どういう意味だ。あなたは、そう、あなたも、もう。なんで、まだ家に入ってあの蜘蛛の巣燃やしただけですよ。ねえミシェル、お願い、この館の呪いを解いて、クロエをここから解放してほしいの。僕関係ないけど、なんか将来愛する人っぽいから、なんかうんって言っとこう。本当？約束してくれる？約束するよ。うん、すごいね、そんな簡単に約束しちゃっていいんだ、呪いとか言ってんのに。ありがとうミシェル。
階西客室の鍵。楽譜を探して。楽譜、ほう、楽譜。クロエ、ミシェルの演奏が聞きたい。演奏ね。え、わあ、びっくりした。何ですか。ピアノソナタ第8番破綻調作品13大ソナタ悲奏ルートビヒ版ベートーベン初期の代表作。ほう。大ソナタ悲奏という題は彼が楽曲に表題を与えた珍しい例であり、この題には何か特別な意味があるとみなされている。え、大ソナタで合ってんの？大ソナタじゃない？大丈夫？え、まあいいや。とりあえず、1階の西に行けばいいのかな。あ、上もあるな。まだ嫌な感じがする。やだよ、やめてよ、そんなこと言うの。え、はあ、西だから、こっち。鍵を開けた。ねえ、なんでこんな、なんかまた曲変わるんですかね。花が刺さってる。うん。やだな、なんかドキドキする。これ、本当にちゃんとホラーゲームって聞いたからな。鏡がある。なんすか？あらら、黒焦げになってしまったわ。あ、ハートが一つ減った。今のは怖くなかった。よかった。時計は1時を指したまま止まってる。花の絵。何これ、ひび割れ。隙間に手を入れてみますか。なんかもげそうだけど入れちゃう。お、1階東客室の鍵。やったぜ。人形が置かれてる。何これ、何、調べられない。像が、あ、光ってるじゃんこれ。ちょっと最後にしよう。アラン・アルデンヌ1850年から。音楽界の異端者。彼の旋律は独特で不思議な魅力に包まれているが、聴き続けると気が狂ってしまう者もいるという。ほう。また本人の人柄も謎に包まれており、一部では妻や娘に暴行を加えているなどの噂もある。わー、 DV 夫じゃん。で、本棚。うん、花瓶、小物、小物、鏡。あ、ドレサーだった。あとなさそうか。この辺も別に特別なのはなさそうだから調べるか。瓶などの食器が並べられている。ハケ、ハケ、ハケ、なんだハケって。お、あ、ちょっとここの音消えたの悲しい。ハケ、ハケ、どういうこと。ちょっと調べてみるか。広い範囲に色をつけるためのハケ。うん、あれか、あの普通に絵の具とかつけてってやつか。ちょっととりあえずなんか装備していろいろ回ってみる。何に使うか分かんないけど。一回東って言ったからここか、もしかして。あー、やだな、なんか。なんかエッチな声聞こえる。いや、多分絶対エッチな声じゃないんだけど、泣き声なんだろうけど。なんか怖いからな、ちょっとやだな、なんか。これは、何もできないのかな？うん。絵の具とかと組み合わせたりするのかしら。ああ、なんかいる！ミシェルくん、ああ。あれ？ミシェルくんさっきいたのに。どこで泣いてんの？誰がどこで泣いてんの？ちょっとなんかやだな。泣かないで。私なんか悪いことした？なんか椅子バラバラだな、置かれてる場所。これ取っていいの？ハサミ？ハサミ？これか？え？目がないの。私の目。目が欲しい。目をくれる？あげないよ。目がないの。目が欲しい。あら。なんか、代わりの目見つければいいの。なんか泣きやんだし。君か、やっぱ泣いてたの。
あ、ここは鍵。オッケー。あれ、固まった。びっくり。固まるのやめて。出ていいのかな。ああ、大丈夫そうだね。よかった。目、あれ、もしかしてあげるって言ったらさ、ぶっ潰されてたんじゃない？自分の目。あれ？で、ハサミ手に入れたんだっけ？ハサミで何すんだろう？食材外すと暗くなる？あ、そんなことなかった。よかった。またミシェル君映ってるよ。うん。あら？花束がある、これ。愛するジュリエッタへ捧ぐと書いてある。おう、人形が置かれている。え、人形の目を取りますか。あ、なるほどね。ここの人形の目を取ってあっちに渡すってことかな。取ります。あー、ごめん、ごめんね、痛いね。いやー、血出てる、ごめん。あ、恨めしそうに泣いてる。あー、ごめんって、ごめんごめんごめん。じゃあね。あ、返して、私の目。なんてごめん、なんて言ったか分かんなかったよ。あ、目を返して、ごめんって、ごめんね。あららら、ハート2つになっちゃったわ。目返せって言われてもちょっとごめん。あの、一時的に借りる。あの、クロエちゃん、ありがとう。クロエ、ピアノいっぱい練習したの。どう？上手？上手だね。練習してよかった。かわいい。え？ちょ、どういうことよ。撮らないよ。待って。撮りたくなっちゃう。でもちょっとさ、さすがにさ、人間と人形は違うからさ。まあ人形も生きてたけどさ、あれだわ、ちょっと無理。クロエちゃんの目は取れない。私の罪悪感が。はい、あげる。あ、待って、ちょっと待って、装備してない、あげない。ちょっと待って、目装備しなきゃいけないよね、これ多分。はっけーは、とりあえず人形の目、これ、はい、あげるよ、あげるよ。どうもありがとう。これで見えるようになった。お礼にこれあげる。お、月光、サンキュー。でも左側の部屋にはもう行きたくなくなっちゃったわ。だって人形の目取っちゃったからさ。あ、間違えた。ああ。持ってきたよ、楽譜。何これ。あ、びっくりした。何これって、クロエちゃんの生首かと思っちゃったよ。いつの間にピアノから離れてたんだよ、君は。これで月光の楽譜を装備して渡せばいいのかしらね。はい、どうぞ。あれ、はい、どうぞ、うん、クロエ、ピアノいっぱい練習したの。どうだった？上手？あれ、これさっきと同じ？下手だねって言っとこう。もういいの。もっと練習するもの。あ、かわいいね。ごめんね。下手じゃないよ。聞いたことないけど、君のピアノ。あ、さっき聞いてたか。どうしたらいいの？ピアノで。あ、ミシェル君が弾けばいいの。お、弾く弾く。うわ、天才かよ。さっき聞いてたやつだ。これ月光だったんだね。で、違うの。どういうこと？なんで違うの？違う。上手だったけど、クロエが聞きたいのはこれじゃないの。何？ピアノはクロエでいいの。ミシェルはもう一つの方。楽器がないから無理だね。それに僕、あれは。約束。何あれって。分かったよ。楽器はね、確か1階のお部屋にあった気がするの。ああ、取りに行けと。分かりましたよ。
じゃあセーブして、今日はいい感じなんでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今のところはまだちょっと笑ってやっていけてるけど、後から怖くなりそうで嫌だな。でもなんかクロエちゃん可愛いし、ミシェル君も可愛いし、やっていけそう。よし、じゃあ続き撮ります。じゃあまたね。おつぴよでーす。